佐藤和夫動画チャンネルです。今日は市役所前の掲示板のところに来ております。なぜかと言いますと、ここにありますように、先日行われました真岡市議会議員の選挙の収支報告書が全部掲示されております。これはもう本当に全候補者、オープンで、こういうふうな形で報告されることになってますので、もし興味のある人はどの候補者をどのくらい使ってどうなってるかっていうのが分かりますので、ぜひとも見ていただければと。場所は市役所東側のポストのある横に、ここに書いてありますので、ぜひとももし興味がありましたら見ていただければと思います。